ね、オプチャーの方でいろいろ話してて、で、この監督の能力っていうのを可視化できるんじゃないのかなっていうので、ちょっとね、いろいろ考えてたら、5つの軸ができたということで、まあ、この事故ね、説明していこうと、まず、ま、え、す、ー。対応と再配って、これね、よくう、あの、対応っていうのは目の前の試合の変化にどれだけこう、敏感に反応できるかっていう。で、それに対して具体的に試合に介入する力、落とし込める力、作戦を。まあ、これはね、えー、と、野球とかのね、監督でよく言われるんだよね。なんであの選手そこで使う ないんだとか何でそこで中継ぎその座中継ぎを出すんだとか言ってで他にもねあの選手絶対打つに決まってたのになんで勝負させたんだとか言ってでそこの部分のね対応とか采配の部分はまあここで評価すればいいんじゃないかとで野球ファンとかねあとサッカーの試合をワールドカップだけしか見ない人なんかもうここしか見ないんだよねっていうで次のこの構築戦術っつって多分ね俺があの人言いそうなんだけどまあレオザフットボールとかまた戦術詳しい人とか えまあ、その辺の人たち、あと岩政とか戸田とか。 この辺りの人はね、ここしか見ないんだよね、本当に。まあ、対応采配と構築戦術、ここしか見ないよな、多分。ああ、新規時期見るかなっていう。で、構築って何なのかって、守備組織とか攻撃の戦術を浸透させたり、えー、構築したりとかで、まあ、これがね、うまくいってるチームっていうのは安定感があるから、シーズンに強いんだよね。レギュラーシーズンとか、えーレギュ、うん、シーズン。で、戦術っていうのはどういう戦い方とか、どういう戦術を選ぶかっていうので、まあ、カウンターサーカーするのか、それとも、えー、プレッシングかけるのか、 ゲーゲームプレッスにするのかポジションするのか、えー、選手を見ながら、えー、どういう作戦を選ぶのかっていうのがうまいまたあのそれを落とし込むのがうまいとか。 で、神経軸ね、これ意外と重要で、なぜかって言ったら初見殺しが可能になるもっと言うとね、えっ、ー、と、俺なんかたまに言うでしょ。どん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 俺は相手は思い浮かぶから、俺が今まで思いついたやつ勝手に使っていいよっていう。要するに、これをサッカーとかね、バスケとかの監督がやってきたらね、まあ、どれが一番顕著かって言ったら多分ペップだと思うんだけど、あの、いろんなサッカーの戦術をどん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 ,どん開発するでしょう。で、それの対応に手に追われるから、だから相手がね、もうパニックになって、相当この 対応とか采配の能力が高い人でも1回目は必ずやられるっていうあのモウリーノはこの采配とか対応得意でしょでもあの人でさえね1回2回はねボロ負けするんだよねっていうだからこの新基軸っていうのは本当に大事っていうかまあ監督にとってねこれがある人とない人で分かれると思うんだけどあるっつったらもうクライフとかペップとかあとは誰かなバスケで言うとあらいるかな フィル・ジャクソンとかダントーニーとかこの辺りかなっていう。 で、マネージメントね、これがね、意外と見逃されやすいというか、今回俺が森保はね、結構行くんじゃないかって言ったら、あの人マネージメント能力高いのよ。で、それサンフレッチ時代見てたから知ってて、えだからまあ、こういう監督もいるよねっていう。例えばね、えー、これマネージメントが高い監督って言ったら、ファーガソン、アレックス・ファーガソン、マンチェスター・ユナイテッドの。それから、デル・ボスケ。うん。ビセンテ・デル・ボスケはね、もうこれがバカだから、他にも事前にいる時代イツの場合 アイルンの監督はね、ここがね、高い人じゃないとね、務まらないから、例えばナーゲルスマンなんか、新規軸とか、新規軸あったか、あれ。トレーニングの方にあったわけで、こっち、構築戦術の方ばっかだったような気がするな、あれは。またはこの育成発掘,発掘が強くて、ね、こんな風にビューンってなってるなナーゲルスマンで。 で、その部分で、選手から不満が出たんだよねっていう。で、まあ、最後の育成発掘に関しては、育成はね、能力を伸ばすこと、だからベテラン選手でもね、何かしら伸びてたら、まあ、育成って言えるかもしれないし、若手を伸ばすのは当然これ、また幅を広げる、だから、三笘が今、トップ下で、ハーフスペースみたいなことやらされてるでしょう。 あれなんかがね、ウィングだけじゃダメだから他のこともやってねって感じで育成していくのが好きな監督いて、デゼルビとか、オシムさんもそうでしょう。他にもね、オランダのヒディングなんかもそうじゃないのかなって、あとファンハールとか。だから選手がね、勝手にマルチロールになってたらこの育成の部分が強いというか、発掘も被ってくるかもしれない、それ。で、意外な能力とか選手を見つける、これがね、 えー、例えば、ミランで言うとこのガッツーズかな。ガッツーズね、普通に見て使おうとは思わないのよ。あんな下手くそ、インザギとか。だけど、使ってみたら、あれ意外とハマったな、みたいな感じ。で、これね、どの、バスケで重要な能力で、バスケでサラリーキャップがあるからね、安い年俸で選手を揃えなきゃいけない。そういう時に発掘の能力があるかないかで結構重要という。で、もうすでにこれ、何人か評価してあるんで、えー、まあ例として、ちょっと二人ほど喋っておこうかな、ところから。で、このグラフはね、 ツイッターはオプチャーコミュニティに貼っとくんでみんな自由に使ってみてくださいと、えー、極端な2人を選んでみましたとまず1人ヨハン・クライフ <laughs> ひどいこれはひどい俺はねチーム持ってたらヨハン・クライフにチームを任せるかどうかちょっと悩むね向こうがやってくれるって言っても悩むうん俺はオシムさんかファーガソンに任せたいなってうーん まあまあ見ていくと、あ、デルポスケでもいいかな。うん。クライフの特徴としては、戦術構築の能力がバカ高いでしょ。まあ、これは当然なのよ。もう、ね、新規軸、どん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 生み出すのも得意だから、まあ、高い。で、マネージメントはね、カリスマ性でなんとかしてる感じがあって、うん、まあ、選手から反乱食らったとかいう話は聞かないんだけど、うまくまとめたって話も聞かないけど、もう一段階上げてもいいかもしれない。マネージメントに関しては。 で、育成発掘はね、クライフのもとでね、えっ、ー、と、チームで戦ってたら、まあ多分、うん、選手としてポジショナルプレーが身についていくから、うん、多分ね、うん、ゲームモデルの落とし込みとかそういうのを見てるから、選手が勝手に育つんだよね、クライフみたいな人間の近くいたら。 これがね、このタイプの人間の特徴でね、まあ、新機軸とね、えー、育成発掘にしか興味がない。育成発掘に興味はないんだけど、勝手にやってんだよ、これ感じ。で、やり方を浸透させて、で、未来にチームをもっともっとポテンシャルを上げていくことしか興味がなくて、ポテンシャルを上げることに興味があるから、目の前の試合にどうでもいいっていうね。だから、この対応采配とかゼロっていう、ほぼ。 もうこの人ひどいのがね決勝戦でもねあこれダメだと思ったら諦めるんだよね。オシムさんがこれ近いとこあって例えばオシムさんはねこの対応采配もうちょっとあるんだけどもうちょっとね。うん えー、PK 戦だったらあの人ね、逃げるっていうか、まあ、引っ込んでたでしょ。<laughs> うん、俺にはどうしようもできねえよって。蹴る順番とかね、なんか弱点を教えたりとか、なんかあってもいいんじゃねえのかって思うんだけど、諦めるでしょ。クライフに至ってはもうね、未来にパスを出すだから、今目の前の試合どうでもいいみたいな。今までやってきたことが全て表現できればいいみたいな感じでね。この人はまあ、ちょっとすごかったところがあるという。だからこの人はね、はっきり言うんだけど、監督よりも GM 向きだと思うねっていう。 で、えー、今回バックスで負けたブーデンホールツァーって監督がいるんだけど、第1シードで第8シードでアップセット食らった,ったっていうで。要するに一番強かったチームなんだけど、シーズン。えー、そのプレーオフギリギリ潜り込んできたチームに、えー、負けちゃったんだけど、まあこれ負けた理由がね、ちょっと主力選手が怪我が出たっていう、それもエースが。だからまあ仕方ない気持ちもするんだけど、ただこの人ね、 過去のチーム、ホークス時代からプレイオフに弱くて、で、今回見ててもね、やっぱりね、あ、また同じことやってるなと思って。んで、育成発掘がね、あんまり得意なのかね、得意じゃないのか、もうよくわかんないんだけど、これ一段階下げてもいいかもしんない。なぜかって言ったら、エースのヤリス・アデト・クンポが、どうにもこうにもね、困ってる時にやってることが一緒なのよ、いつも。うん。で、この人のね、戦い方自体はポポビッチ,ポポチ仕込みの、いわゆるね、ベストなショットを打てってやつで、 パスを回して、回して、回して、で、それで完全にフリーになった選手が、あのー、いい状態で打てっていう。だから、とにかくチームバスケを浸透させるのがうまいんだけど、このチームバスケがくせもんでね、NBA のプレーオフってチームバスケじゃ勝てないんだよねっていう。うん、だから、チームバスケで勝ったチームって、デトロイト・ピストンズ、ベン・ウォーレスがいた、チャンシー・ブリアップスと、あと、ステフィン・カリーがいた、あの、最初の優勝だと思うんだけどね、ゴールデンセト・ウォリアーズ。 パスケが勝ったのは俺見たことないと思う。うん。えっ、ー、とね、スパーーズがこう勝ったって言うんだけど、あん時タレント揃ってたからね、スパーーズはっていう。 でえー、ポポチビッチ仕込みだからね、守備戦術の構築、落とし込みもね、得意で、だから、レギュラーシーズンは強いんだけど、プレーオフになって何か不足の事態とか、未知の空間になったら手をこまねくとこがあって、まあ、こういう評価にならざるを得ないという、採用大敗っていうのがちょっと低い。で、新規軸っていうのはね、もうほぼほぼない。うん。っていう感じでね、えー、今回、俺がこの、えっ、ー、と、監督の能力を視覚化してみたという、このゴボ 五角形作ってみたんで、ね、皆さんもね、ちょっと興味あったらやってみて遊んでみてくださいと失礼します。